薬漬け。うん。もう、大事。ドバドバの薬漬け。Me too。もう無理よ。今、薬飲んでないとやってらんないよ。何みたいの？何でもいいよ。何でもいいとか言うじゃん。うん。何でもよくないのよね。何でもよくないよね。何でもよくないよね。うん。知ってるよ。俺もよくないもんだって。何でもよくないんだけどさ。何でもいいって言っちゃうよね。何でもいいって言っちゃう。一瞬相手に委ねちゃう。ああ。で、相手に文句言うんだよね。そうそう。そうそう。分かって分かって。なんか、期待してるよね。なんか、ああ、合わせてこい。何でもいいよって言って、はいはいはい。なんか、相手好みのやつをちゃんと選んでくれるかどうかっていう。ああ。まあ、大体選ばないじゃん。選ばないよ。そんな、うん。何でもいいって言われてんだもん。そうよ。確かにそこで、ちゃんと相手のことを思える人って最高よね。うん。そういう人になりたいな。うん。お願いします。そういう人になってください。お願いします。いや、やっぱやめる。やっぱなんない。めどくせえ。ひどい。ひどいわぁ。うまっ。うん。うん。うま、うん、もうすぐ春だよ。もう春だろ。いつから春になるのよ、もう。あんたにとって。まず、春ってそういう意味？何？春が来たって何？恋とかの話？違うよ。何？季節の春でしょ？季節の春。うん。まあ、この、暦の上では春だけどさ。やっぱ、暖かくなって、桜が咲いたら春っていうイメージあるじゃん。なんかね、また春来ちゃったよって感じよね。そう？嬉しいけど俺は。まただよって感じ。あれ、冬の方が好きだったっけ？そういうのない。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 夏が好きとか、冬が好きとか。春が好きとか、秋が好きとか。どこでテンション上がるかな、俺。どこでもテンション上がってないよね。どこでもテンション上がってない。え、ってか、上がってる人いんの？いるでしょ。いるか。夏だウェイっていう人。夏だウェイ。ちょっと、信用できねえな、そんなやつ。うん、やっぱ、おしゃれ好きな人はさ、冬がいいっていうしさ。うん、はいはいはい。やっぱ出会いとか求めてる人は春がいいっていうかもしれないです。春ね。変な人が増える春。そうなのよ。変態が増える春。ああ。何が楽しいんだろうね。何がって？その変態がってこと？私よ、私。翔ちゃんの話ね。変態の話じゃなかったね。何が楽しいの？美味しいもの食べてる時が楽しいんじゃない？そんなもんいいね。何気ないところに幸せがあるのよ。そう思える時もあるけど、うん、そう思えない時の方が人って多いと思う。うん、だってかといってさ、うん、なんかものすごい高級な美味しいご飯を食べれましたって言って、うん、まあその時一瞬は幸せかもしれないけどさ、うん、だからって幸せ、ずっと幸せってわけでもないじゃん。うん。すごい高層マンション、なんか高級なマンションとかにさ、はい、住めましたって言ってさ、うんうん、住めたからって言って別に幸せじゃないじゃん。俺はね、そうじゃないと思うな、うんうん、多分、うん、どっちかっていうと、高い広い家よりか、うん、安い小さい家の方が好きよ。うんうんうん。大変じゃんだって、うん。旅行するとかもさ、うん、行ってる時はさ、うん、楽しいとかさ、あるかもしれないけど。わかるわかるわかる。幸せって、そういうもんじゃないんだよ。あ、何ができたから幸せとかじゃないの。あ、生きてることが幸せだったりとかさ、好きな人と一緒にいることが幸せだったりとかさ。いや、わかるけどさ。病気してないことが幸せ。いやいや、そりゃそうなんですけどね。うん、そりゃそうですけど、そりゃそうですけどじゃん。うん。そうですけど、なんか楽しい、心が晴れるようなことがしたいってこと。うん。心躍るようなことがしたいってこと。違うんだよな。なんか仕事でさ、成功したいとか、言うじゃない、うん、誰が？まあ、翔ちゃんもさ、仕事で成功したいっていうかさ、うん、まあほら、結果残したいとか、みんなに認められたいとかさ、はい、そういうの言うけどさ。いや、俺言ってないけどね。で、何で？まあそういう人いるけどさ、うんうん、なんかその一瞬だけそうなってもなっていうのは思う。もちろん。うん。それはそう。その時はさ、本当になんか、一時的にさ、うん、お金持ったりとかさ、うん、いやいや、大変よ。チヤホヤされたりとかさ、するかもしれないけど、その時はさ、達成感があったりとかさ、うん、優越感に浸ったりとかさ、
やってよかったなとかさ、いろいろ思うかもしれないけどさ、うん、それが継続できなかったらさ、うんうんうん、結局そこから落ちてったらさ、またメンタルやられるじゃん。うんうんうん、むしろ逆に頂点知ったからこそさ、うん、その先がないのに絶望したりするじゃん。あ、そんな風には思ってないよ、別に俺。何そんな風に言って。成功って何が成功なのかもちょっと微妙なとこなんだけど。まあそうね。まあ食っていけたら成功だと思うけどね。うん、食っていければもう OK ではあるけど。そうよ。人並みの生活ができてたらもういいよね。人に迷惑をかけない程度のさ。そうね。違う？いや、まあそういう生き方もある。なんか、なんだよ。含みがあるね。何が？なんか思うところがありますみたいな。ないよ。ないないない。まあ、かっこいい人とかにはかっこいいとか思うし、うんうん。あの人いいなとか、身長高いなとか、うんうん。うん。まあいろいろありますよ、そりゃ。人なんで。うん、まああるよね。だってもう、なんかシンデレラみたいに、あの、お城でさ、うん。掃除婦として働いてさ、でね。お城でじゃないよ。ママ母に育てた、ね。あ、そうか、そっちか。そうそうそう。で、なんかまあ、シンデレラストーリーってやつですよ。そうそう。あれは、ないからね、普通に生きてて。ない？そんな報われることなんか、ない。ドラマの世界じゃないから。はい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 。まあでもね、まあいいっすよ。何？やさぐれてんの？まあいいっすよ、別に。別に？何があったの？別にいいんだけどね。うん。はい。何があったのよ。こんな可愛いもちまりちゃんがいるのよ。はいはい。そりゃさ、なんかさ、俺だっていつだってさ、そんな、あれじゃないよ。廃れてないよ。そりゃなんか、じゃあご飯が美味しいとかさ、うん。それで、まあ幸せと思う時もありますよ。うんうんうん。でもそうじゃないことだってあるじゃない。わかるわかる。あるあるある。うん。それって別にみんなそうだし。うん、ある、そう、ある、うんうん。俺も思う。報われてないなって思う時ある。仕事のこととかね。自分はこんなに頑張ってるのになんでこんな報われてないんだろうと思う時あるよ。あるよ。誰でもみんなある。でもなんかまあ、そうね。うん、俺的には、うん、かっこいい男を見たところで報われることはないけど、うんうんうん、面白いの見たら報われるところはあるね。うん、どういうこと？え、なんでよ。かっこいい人とかを見る、なんか結構そういう、なんかコンプレックスとか、まあみんな人それぞれあると思うけど、俺はちょっとかっこいい人とかにコンプレックス持ってるから自分のあれで。あ、そうなの？で、かっこいい人見たところで、あ、かっこいいなとか素敵だなとか思うし、うん、と同時に悔しいなとかさ、あ、この顔に生まれたかったなとかあるじゃん、わかるでしょ？あ、ある、ある、ある。でもさ、お笑いとかに関してはさ、うん、あははって感じ。ああ。それもあれなんだろうね。自分がそういう、うん、もうだって面白くなりたいっていう願望がないからとか、そういうわけではなくて、いや、自分が面白いと思ってるよ。面白いと思ってるの。思ってませんよ。思ってないっていう方がいいの、こういう時は。いや、ちょちょちょ、いや普通。うんうんうん、でも、もうさ、どこ行ったってさ、うん、若い世代ではないのよ。俺より下の子たちたくさんいるしさ。まあそうね。もうそうなるとね、もう2枚目じゃなくなんのよ。うん。だから全然、なんかやっぱり自分より年下の人とか行ったら笑わせる方行っちゃうもんね。うん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 。もうそういう時代っていうか世代なんだなって思いつつ。うん。いや、その方がいいよ。まあそういう世代っていうか、その2枚目だった時代なんかないんだけど。あれだろ？ないよ。あるよ。ないよ。しょうちゃん。ない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 。ないない。でもなんかまあまあまあ、それが楽だったりするし。うんうんうん。なんだこの髪。髪切りに行くの。え？髪切り行くの。行くよ。俺、髪切ったけど、なんかお風呂上がって髪乾かしてないと、もう。いつも通りよ。おじゃる丸のお父さんみたいな髪型になってる。ピンってピュンって。少年足部か、おじゃる丸のお父さんかくらいのな髪型になっちゃうから。そんなことないよ。まあでも、うん、相手を褒めるぐらいな気持ちはまだ持ってるからまだいいわ。うんうんうん。心の余裕がね。うん。まあ自分で言うことだよね。ビール飲もう。ああ、うまっ。ビール取って。飲むのこれ。うん。開けてればいいの？あ、ね、ありがとう。
なんか始める？なんか今年なんかやる？例えば本気ダンス。本気ダンス？うん。あんたまだジャズ踊れんの？いやーもう無理だなー。俺ジャズが一番苦手なのよ。楽しいよ。いやー無理よ。きつい。かっこいいじゃん、ジャズダンス。いやー、あれはね、ほんとセンス。結構上級じゃない、ダンスの中でも、ジャズって。そうね。だいたい。難しいよ、ジャズって、ほんと。ミュージカルとかね。うん。そう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 。そういう感じで、ね。そういうのはもうジャズダンスとか、クラシック系だもんね。そうだね。これだけ聞くと、もっとダンサーみたいなことしてるけど。違う、全然違うからね、うん。あの、ダンス教室は行ってましたけど。若かりし頃に、ね。行ってた。うんうん。やってました。実は。初告白だね。初告白かな？言ったことあったっけな？わかんないけど。わかんないけど。楽しかったなぁ。そう、俺は、って感じ。週2、3くらいで通ってたもんな、ダンスです。いいじゃない。うん。何もう耐えられない。私にもスポットライト上げて、当ててって。当たってるよ、あんたは。でも。あれよね。あなたのいいとこは、まあ、求めてる時もあるけど、基本求めないし、でもなんかちゃんと、あれよね。他の人にも、いろんな人に、キャンキャン、懐いていけるし、それが可愛い様子よね。うん。人懐っこい。で、あれでしょう。まあ、自分のこと苦手だなって思う犬とか、うん、吠えてくる犬に対してはもう、スンツする。なんだこの犬みたいなぐらいで思ってるよね、あんたいつもね。それいいとこだと思うよ。自分に興味ない人はほっといて、うん、自分のこと好き好きって言ってくれる人だけ近寄るのはあんたのいいとこだし。アイドル気質がある。うまいよね。天性のアイドルだと思うよ。うん、まあ、でもみんなに優しくとかそういうのは、まあ、別にいらないのよね、うんうんうん。それって。生きててそうよ。自分のこと大事にしてくれるっていう人をどこまでも大切にしたいとは僕思うし、うん、でも自分のことをなんか嫌にする人は別にないがしろにしたりね、うん、別にね、うん、あれだと思う。いいと思う。それは疲れちゃうね。あ、収まった。うん、ピョンって跳ねてたのが収まった。うん、なんか俺のこの髪型さ、岡田純一っぽくない？顔もよ。ありがとう。優しい。嬉しいんか？嬉しい。嬉しいのか？嬉しい。どう見ても筋だろう。